意味がわかると怖い話。連続殺人事件。民家から推定30代と思われる男性のリブートカードが発見されました。これでプレザントピアッツァ付近で起きた連続殺人事件の被害者は5人になります。ええ、5人目。やばいよね。プレザントピアッツァって隣はハデス様でもそんなことしないわ。5人とか悪魔の所業、チートの類、絶対地獄行きわ。5人か。早く捕まってほしいわ。この際 IO でもセブンでもマイダスでもジョーンズでもいいわ。心配で夜も眠れないわ。まあ2つの頭は交代で寝てるんですけどね。ごめんだけど今はケルベロスギャグに付き合ってる場合じゃないんだ。私は気になってるのだよ。5人目をキルしたのは一体誰なのかを。確かにそうだわ。どんな姿をしてるんだろう。この目で見てみたいわ。ふわぁ、眠くなってきたわ。5人目。許すまじ。解説。近所で連続キル事件が起きたら誰だって怖いですよね。でもバトロワでは日常なのではと思ったそこの君、賢い。ケルベロスが怯えきってるのに対しトマトヘッドは冷静です。そして犯人を特定しようとしてますが、何か心当たりはあるのでしょうか。そして異常なまでに5人目に執着してるようにも思えます。そうです、連続キル事件の犯人はこのトマトヘッド。トマトヘッドは確実に4人はキルしました。しかし自身の起こしてない5件目のキル事件が発生。警察は同一犯としてカウントしてましたが、実は別の人でした。このままではサイコパストマトのプライドが許さないでしょう。犯人さん、今すぐ逃げて自首して。ふわー、よく寝たば。お、トマトじゃん。最近起きたキル事件知ってるかば。あれ俺様がやったば。警察はどうせ一連のキル事件を起こした犯人のせいにするば。罪をなすりつけ作戦だば。俺様賢いじゃん。なんだ、犯人君だったんだ。だったら6人目も君だね。え、どういう意味ば。解説の解説。なんと犯人は寝てた方の別の頭のケルベロスだったんですね。地獄の門番ケルベロスは3つの頭のうち1つは起きていて、もう2つは休憩のため寝てるのだそう。これで24時間起きていられます。でもその時に犯行を犯していたなんて。そしてトマトヘッドの言った6人目も君とは、5人目のキル事件はケルベロス、6人目のキル事件の犯人もケルベロスになるだろう、そう予言してるのでしょうか。違います、ケルベロスは6人目の被害者。サイコパストマトはこのあと6件目のキル事件を起こそうとしているのでした。